最近CPD 業務委託者に通達。リッチモンド通りで組織犯罪活動の報告あり。これまでの情報によるとメールストロームの一団が違法ドラッグ取引を行っているとみられる。リーダーはトム・エイヤー、通称ユミル。連続殺人犯。脅威を無力化した者にはインタントシティを払われる。受けてる。援護してくれ。
くれんぼはおしまいだ。戻ったの？じゃあもう準備はいいってことね。ほら、ジャケットを新調しようかと思って。おすすめは？どうでもいいわ、好きに選んで。別に気にしないから。だからなんだ？何を今さら。いいから吸引器を調達しろ。ああ、大丈夫だ。あんたが損をすることはない。検証でも起きたか？やめとけよかったって泣き言言うんじゃねえだろうな。タトゥー自体はもういいの。ただもっとヤバいのを掘ったことはあるのかなって。そうだな、ファックナイトコープって入れようとしたやつがいた。それも額のど真ん中にさ。ああ、クビになった元社員とか。視聴者の役人だよ。だから
繁盛してる、カシウス。最近は特にいいぜ。ちょっと前にマックスタックが闇クリニックを摘発してな。失礼ね。¡Hey, ten cuidado! ためつけてほしい。今のはわざと？
NCPD 業務委託者に通達。マーティン通りで組織犯罪活動の報告あり。周辺でメールストロームの存在を確認。一味にはカイザーヘルツオーク、通称外科医がいる。無免許のリパードク行為および第一級殺人の前科あり、死刑判決を言い渡されている。ヘルツオークとその仲間を排除した者にはナイトシティより報酬が支払われる。Thank you.
裏切らない作りになっています。ミニマルなデザイン、バックライト付きパネル、本革のシート、チェリーウッド仕上げ。お金があったらエアロバックを所有できる人はおそらく世界でも1000人以下。今番組をご覧の方の中にはまずいないでしょう。でももしあなたが今すぐレディーグドのショールームへ、絶対に損することはない。頭おかしいの？Thank you.
ジェイクはどう？残念ながらいい知らせはない。インプラントはダメだった。そんな、どうして？さあ、ただの事故だったのか、そうじゃなかったのか、もはやわからない。あんたはできる限りのことをしてくれた。それは忘れない。もう少しここに残ろうかと思う時もある。でも町の住民に出くわすと考え直すんだよ。売ってるものを見せてよ。バッドランズ1の銃が揃ってるぞ。それが目当てで戻ってきたんだろ。心のままに生きる、それが大事なのか。生きる理由がなければそれは生きてると言えない。もううんざりだ。食って飲んで楽しく生きればいいじゃないか。どうも。心のままに生きる、それが大事なのさ。今日もいい天気じゃない？友達を待ってるから。あ、何かよ。元気？食って飲んで楽しく生きればいいじゃないか。B、助かったよ。なんだよ。ありがとな。おいおい。心のままに生きる。ん？それが大事なのさ。生きるって大変。
全ては縁。出会いは運命に定める。いや。どうかした？なんだよ。続きはまた後で。戻ったか。しばらくカリフォルニアに残るつもり？俺たちのクランには仕事が必要なんだ。儲かる限り。そうなるとナイトシティが一番だ。しばらくカリフォルニアに残る。ただここで仕事すると、俺たちのクランには仕事が必要なんだ。儲かる類だから様子を見るつもりだ。ただここで仕事するといずれはどこかの誰かを怒らせることになる。あんたとカナダとカウボーイの話詳しく聞きたいんだけど。別に大したもんじゃねえ。ミスリクラス連中にとっちゃ誰もが一度は経験するようなよくある話。話してくれないわけ？あんたとパナムとカウボーイの話。俺とパナムはカウボーイにとった。別に大したもんじゃねえ。ミスリクラス連中にとっちゃ誰もが一度は。何してるの？人工肉ファームの話してくれないわけ？カンザスじゃありきたりな想定だ。俺とパナムはカウボーイに頼まれてる。シスコからカンザスに。なあ、知らない人ね。これが現実さ。怒らせないで。ローグとはどう？元気ビー。まあぼちぼちね。じゃあオリア、ああ、今はお互いかつてノーマッドだった。でもそれでいい。サンチアゴってことを知ってる？イエス・キリストって男を知ってるか？最近サンチアゴの話をよく聞くな。友達が昔一緒に仕事を。ああ、相当な年のやつだ。確かに彼は伝説だ。俺の心の師匠とまでは言わないが、その当時英雄だったのは。カナムが即座に動けたのはそういうことか。ローグとはどう？まあぼちぼちね。じゃあ折り合いはついたの？ AV での一件でパナマが即座に動けたのはそういうことか。Темные силы. Сильные приезжают. Кого? みたいだろ。そのために来たんだよな。いい。こりゃ偶然だな。戦う相手はあんた？
場合による。つまり吹き飛ぶ覚悟があるならってことさ。構わねえんなら掛け金を出して試合開始だ。 OK、 やりましょう。ついてこい。ええ、いつでもどうぞ。 B 対オカム、試合開始。何度でもやってやる。俺の鼻を沸かしてみろよ。OK、 やりましょう。二人とも準備はいい？ええ、いつでもどうぞ。B 対オゾブ、試合開始。結果だな。もう一戦やるか、B。こっちは何度でもやってやる。俺の鼻を沸かしてみろよ。OK、やりましょう。二人とも準備はいい？ええ、いつでもどうぞ。B 対オゾブ、試合開始。これにて試合終了。勝者は B。 今のはいいパンチだったぞ、 B。 思わず笑っちまったよ。ほら、お前の金だ、持ってけ。どうも、鼻っ柱をへし折られたんじゃない、オゾブ。この俺を倒したんだ。あんただって花を高くして構わないぜ。ねえ、こんなことしてたらいつかそのグレネードが爆発するよ。みんな私みたいに消えようとは。ああ、分かってる。
みんないつかは死ぬんだ。だったら派手に散ろうや。なあ。From day one. Enjoying the weather? Average temperature. やりましょう。だからその口を閉じてて。いいだろう。やるっていうよりやられることになる。準備はいいか。怖いなら逃げ出していいんだぞ。If you suspect any rogue AI, 相手になってあげる。ボコボコにされるのが好きらしいな。言いたいように言えばいい。さあ、エディを渡して。受け取ってすぐに許せろ。確かに。ありがとね、バック。失せろと言っただろ。俺を怒らせようとしてるなら、うまいことやってるぜ。落ち着いてよ、バック。ただのスポーツじゃない。うるせえ。何がスポーツだ。たっ。セリングなんてやるだけ無駄。夫婦の危機を救えるのはミスタースタッドだけ。
触んないで。お隣さんが出てくことになって妹が落ち込んじゃってさ、そこの子と仲良かった。先に教えて、どんな車なの？フルカスタムの2056年モデルだ。なのにまだ2万マイルしか走ってない。へこみも継ぎはぎもないぞ。へえ、盗難車？いやいや、まさか。別にやましい車じゃないって。この条件が気に入らないなら断ってくれ。こちとら時間も金も余裕がないんだ。 B、 総額を出す。それでいい？よし、やろうか。素手だけだ。いいな。モノワイヤーやマンティスブレードはなしだぞ。わかった。前に戦ったやつのロングスパーツには驚かされたからな。とにかく準備はいいか？ええ、試合開始ね。気をつけろ、手加減しないぞ。もう聞きたくない。バカ、キーを渡したら家に帰るよ。ほら、大事に乗れよ。どうも、乗り回すのが楽しみよ。ミールだ。いい車だったのに。心臓が爆発するほどの愛とは？カルト的人気のミュージカル企業戦争が待望の。ねえ、白馬の王子様、どうやって家に帰るわけ？歩くっての？知っていますか？リチャード・ライトとは、エンターズシステムの駅数はいくつ？町一番のブリトー店がある地区といえば。これらの疑問に対することは、この人のアドレスにご確認いただけます。アクセスして、ライブスピードに発見してください。今日のニュースは以上です。また、WNS ニュースにてお会いしましょう。Madre.
お隣さんが出てくことになった。動画を出す。それでいい？よし、やろうか。素手だけだ、いいな。モノワイヤやマンティスブレードはなしだ。わかった。前に戦ったやつのロングスパーツには驚かされたからな。とにかく、準備はいいか？ええ。試合開始ね。気をつけろ。手加減しないぞ。ほら、大事に乗れよ。全部取っておきなよ。こっちは何もいらないから。え？本気なのか？こんな冗談は言わない。あのさ、その、なんて俺言っていいのか。とにかく残ったものを大切にして。そのつもりだ。ラッキーだったな。愚か者は運だけはいいのよね。月を食べてみたいと思ったことはありませんか？軌道上で作られたムーンチーを味わってみよう。
戦いに来た。どっちが相手になってくれる？ご旅行の際にはぜひオービタルエアを選びください。別にいいけど、まさかタッグチームだとはね。で、どっちが先？違う違う、分かってないな。あの体とこの体、両方とも俺なんだ。ってことはどういうこと？俺はもともと双子だったんだ。双子であるがゆえに強い絆はあったけど、もっともっと近づきたいと思っていたのさ。だから脳波を同調させたわけ。そうしたらこうなった。二つの体を持つ一人の人間にね。二つの体で何でも一緒にやる。何でもな。本当に何でも一緒にやるの？ベッドの上で。女のことなら二つの体に対して彼女は一人だ。一人を共有してる。じゃあ一人が腰から上、もう一人が下を担当？いや、月曜から水曜は一つの体と過ごして、水曜から日曜はもう一つの体と過ごすんだ。まあ何だっていい。もしもう一人現れたら三人目も倒すだけだし。これはこれは随分威勢がいいな。試合が始まってもそう言っていられるか見ものだよ。
で、始めるか。楽しませてよ。ナイトシティに来たばかり。心配するな。また次の戦いがある。自分に話すのはやめろ。ねえ、一つ気になるんだけど、お互いに考えてることが分かる。いや、同じ人間だから同じ考えなんだ。努力の際にはぜひオービタルエアを選びなさい。今頭がおかしくなってるよ。すごい話ね。まあ、ボクシングよりサーカスの方が似合ってそうなもんだけど。もういいだろう。ねえ、リパーは他にも体をいじってない？左腕4本と戦ってる感じがしたけど。うるさい！